Inetadam Chef's Choice Award for ASEAN 50 Best Restaurant 2023 を受賞しましたフロリレージュの川田博康です。僕が料理人である意味というのはすごく難しいですけれども、やっぱり言葉もそんなにうまくないですし、料理を通して料理人として表現していくっていうことが僕が一番ストレートに自分自身を表現できる、個性を表現できる職業なんだと思います。僕の父は料理人ですので、僕いつも遊び場は父のキッチンの中で遊んでいました。小さい時から父親がいつも料理に向かっていつも一生懸命仕事をしていたので、そういう姿はむしろ憧れていたので、いつかそういう料理人になりたいとずっと思っていたので、その中でこういうようなアワードを取れるような料理人になって、少し父親に親孝行ができたのかなと思っています。なんで僕がフランス料理を選んだかと言いますと、やはり父親のあの帽子ですね。あの帽子が僕はいつもすごいかっこいいなと思っていて、長い帽子をいつかかぶりながら仕事をしてみたいなと思っていたので、フランス料理を選びました。皆さんから投票していただいてすごく光栄に思ってます。受賞した時の気持ちはすごく正直びっくりしました。全く予想もしていなかったので、僕の名前が出た時には少し驚いてしまって、むしろ僕でいいのかなっていうような思いも少しありました。日本はフードロスがすごく多い国でもあります。シェフだから改善できる責任、そういうものがあると思ってます。やっぱり僕は料理人でありながら子供を思います。なので未来に子供たちに何を残せるか、そういうものをやっぱり考えた時にすごく重要なんではないかなと思っています。ただ今まではフードロスについて取り組みを重要視していたんですけれども、次のステップアップはプラントベース、野菜を中心としたバランスの取れた食事というものを未来に残すためにはまた重要なんじゃないかなと思っていて、移転先のレストランではそのプラントベースを中心に料理を作りたいと思っています。僕料理は自由だと思ってます。料理人が一つだけ許されていることは、どこの国でどんな料理を作っても自由です。僕がいろいろ旅行をしたり、そういったことによって未来の自分自身の変化というのはすごくあると思います。やっぱり日本だけにいてしまうと、日本だけのカルチャーだけに縛られてしまうと僕は思ってます。なので世界中旅することによって、いろいろなところの国のカルチャーを吸収することによって、もっと幅広く未来を想像できるので、僕にとってはすごく影響があると思っています。なので世界中に料理を作っていく、その姿を僕自身がみんなに見せることができれば、またみんなにもそういう勇気が持てるんじゃないかなと思ってます。だからあまり技術が教えるとかそういうことではなくて、むしろもっと自由にやっていいんだよっていうメッセージ、それをみんなに伝えていきたいなと思っています。